ちょっとちょっとめっちゃいい匂いする素敵小屋のさステッカーみたいなめっちゃ可愛い歩いてるだけでめっちゃ楽しくなるねこんなとこあったんやうまっまあいらんまじで冷えた口の中でうまっありがとうパテガルズのエナですエナです今日は、はい、このこれがあるなんか最近話題なんですよねほうおしゃれなんていうなんかおしゃれだねおしゃれな通り、うん、なんかそうさなんかそういう名称みたいなのあんねんけどとりあえずソンワット通りっていう今話題の観光スポットでもあるし、うん、こうおしゃれなお店やったり美味しい飲食店が集まってる通りがヤマラートの一本奥の川沿いの通りに出たとこにあって今すごい世界中で話題になってる通りなので今回来てみましたコメントでもおすすめいただいてね言ってくれてたそうそれを見てきたのでちょっと風ここの通りの行き方やったりとか、まあ、おすすめな飲食店とかカフェとかもあるしなそうそうおすすめどころをちょっとおすすめって言っても私らも初めて来たから、うん、いろんな口コミとかブログとか見て、うん、行ったかなーちょっとやめていらんねんそういうパフォーマンスいらんその辺ね見ながらまあ美味しければ美味しいって言うし、うん、微妙やったら顔見たら分かると思うんで、まあ、その辺もね楽しんでいただければと思いますそれではสถานีวัดมังกรวัดมังกรวัดมังกร今วัดมังกร駅からロン島カフェの手前のとこすぐそこやねあと前昔泊まった上海マンション、うん、バンコクの近くの通りまで来たんですけどこっからこの今そっち側に行った通りがソンワット通りっていう通りらしいので、ね、今じゃあこっち向きにじゃあちょっと散策していきましょうなんかもうすでにカラフルじゃない通りね入ってすぐやけどこんなんやったんや全然知らんかったなんか普通にさ何気なく通る道よね多分あねそうこれちょっとさめっちゃ鳩止まってるどれあれこれことない交差点に来たね何ここ初めて今川沿いまであのあそこさっきの交差点からパーってまっすぐいろいろ見ながら歩いてきたんですけどなんか謎の交差点に着いたね引かれるこれ多分左よねでもこう、ま、あ、マンコー右ちゃう右やっけこう降りてきて右にずっとじゃないなんか車止められてるし奥にお寺もあるしこう右に右やったんですけど右でしたね失礼しましたあのもう早速見てめっちゃでかい、ね、でかっでかすごっねなんかこの通りに美味しい飲食店とかああいうなんかデコった壁みたいなのがいっぱいあるみたいなんで、うん、ちょっと1個行きたいお店あるんでまずねお腹すいたからお腹減ったご飯食べようご飯食べに行きましょう行きましょうソンワット通りといえばの絵画がさ車来てます、うん、車来てます危ない危ないこのあこれじゃない象やねこれを探してたなんかすごこうさっきの方向から来てまっすぐ来てパッて振り返ったさっき見せた女の人の絵画の真向かいにありましたねすごい象や普通のなんか家じゃないね家の壁にこんなところに象描いたんやろすごいめっちゃ足元に鳩集まってきたらしいようわー無理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 めっちゃ可愛い象アイコンサイアムとかもあるほんまや見えんねんなこっからねちっちゃっ、ね、見えたね川沿い臭いねやっぱりほんまねドブ川の香り見てたおしゃれなルームフレグランスとかが売ってるお店なんか見つけたちょっとお邪魔してもいいですか行きましょううわめっちゃ好きこの感じ姉さん好きそ うわお邪魔しますどっちどっちあこっちかあ誰かかわいい匂いあめっちゃいい匂いするうわいい匂いうわ好き好きめっちゃいい匂いするうわ素敵笑ってるじゃんお、うん、これさお部屋とかにピュって置いてるだけでも可愛くないね見た目可愛いねえ可愛い好きこういうお店めっちゃ可愛いお店なんかおしゃれなお店めっちゃ多いないこの辺
いいですね。お店なんか美術館なんか分からん。ね。見て、見て。めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛くない？わあ、わあ。めっちゃ可愛くない？いいや、いいや、そのカバン。あ、そのカバンも可愛い。メイデンソンワール。めっちゃ可愛い。可愛い。え、ケンさん好きそう。やっぱ好き。めっちゃ可愛い。やばい。え、めっちゃ可愛いねんけど。わ、T シャツが被ってる。見て。カバンもある。なんか美術館みたいなってる。でもなんか入場料とかない感じの。ね、ご自由にどうぞ。ね。立ち寄っちゃった、可愛すぎて。ご飯行こうかな。ご飯行こう、ご飯行こう。クヤンのさ、ステッカーみたいな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いかな。しかも後ろ透明なんや。可愛い。え、手前はカード。これのステッカー？これ、なんやろな。カードステッカーとか言ってた。ねー。何それ。あれじゃあ BTS のカードとかにさ、表に貼れるんじゃない？なるほどね。すっごいじゃん。だからダサい柄買ってもこれ貼ればいいみたいな。うん、お好みで。何これ、こんな初めて見た。歩いてるだけでめっちゃ楽しくない？ね、こんなとこあったんや。10メートル前にさ、絵描いてたりとか、ね、かわいいお店あったりとか。まだ歩きはなくても私らご飯食べに行きたいのに、そう気になるお店ありすぎてずっと立ち止まってる。でもな、戻るのあれやから、うん、あ、ね、かわいいお店、こんなに楽しいと思わなかったね。とりあえずヌードル食べよう。あ、そう、一旦ご飯食べよう。これがいいね。トッピング2倍多いかな。エッグ、ライス、ライスヌードルがいいな。あ、エッグがいいな。ウィズスープ、エッグ、これやな。なんちゃらかんちゃら、ちょっと英語わからんけど、クレソン。めちゃめちゃええ匂いする。めっちゃ美味しそう。お肉やばかった。ね、とろとろそう。うまそう。いただきます。いただきます。うまいわ。うわ、うまいわ。何これ。うわ、うまみの塊みたいな。うま、あの、牛すじの出汁、ねねね、出てます。うわ、うま。汁だけでいけんな。うま。お米入れて食べたい、最後。いや、ほんま。麺もまたさ、もちもちそうじゃない？ね、卵麺。下にもやし隠れてんのかな？なんかね、野菜をちょんちょんちょんって入れて、スープを入れてから最後に麺乗っけてた。いただきます。いただきます。うん。うまっ。うまい。なんかクイティオンにしては高いけど、ね、なんかまだ汁と麺しか食べてないのにその価値がある。汁がもううまい。わー、うまいな。具材すごくない？なんかすごいいろいろ入ってるよね。なんか普通の身と牛タンみたいな。あ、筋も入ってんのか。ほろほろ。これパンや。これパン？めっちゃ分厚ない？ロクチンね。パンやばいって絶対。パン絶対やばい。この分厚さ。食べる前からうまそう。いただきます。うわー。うわ。やばい。うわー、いらん。溶けた。うわー。うまっ。うわー。うわ、トッピング2倍にすればよかった。めっちゃ煮込まれてる。うまっ。まあ、いらん、マジで。冷えた口の中で。うまっ。何かわからない。めっちゃ脂ね、溶けるんやろな。ね、うまっ。お肉の種類多すぎて、これ多分私2回目来たら絶対トッピング2倍で注文すると思う。全然いけるな。そんな脂すごいけど、そんな太い油とかじゃないから、美味しい中で溶ける。ね。うん、うまっ。美味しすぎんねんけど。泣きそう。うん、この店のためにそのところに来る価値あるよ。うん、泣くって、うまいって。うまい。めっちゃうまいって。なんか、柔らかく行こうみたいな人おれば、絶対ご飯だけでも、ね、ここに欲しいよね。こんなんね、うん、こんな量、朝ごはんやから、ね、朝ごっと食べて、別にもう一軒行けもん、うんうん、全然軽いから。お腹に余裕あれば、さっき通りかかったマンドゥ屋さんでマンドゥ買って、うん、マンドゥじゃないか、サラパオか。もうちょっと歩きながら、いろいろ見せていければと思います。味わわせて、ちょっと。
愛い。ヒルも可愛いよね。あのさっきの本体ね、同じ入れ物持って帰りたいな。セイロンタイティみたいなのした。おお。皆さん何にしたっけ？アールグレイミルクティー。いただきます。うん。うま。うん。濃厚あっさりタイティー。うま。いいね。他のカフェさ、外から見たらめっちゃ全部混んでたけどさ、うんね、ここ誰もおらん。穴場。ここ多分下に入った人が写真とか撮ってて、お兄さん店員さんが上にカフェあるよって言ってくれないと多分分からへん場所。うん、あの窓から像見えるのいいよね。そう、ここだけ多分。他行ったことないけど。でも位置的にね。そうそうそう。ということで、ソンワット通りいろいろこうパーってお見せして、ラーメン、ヌードル、ヌードル食べた後、一応野付まで行ってみたんですけど、そっちから先は、まあ、ちょっと古びいた建物がいっぱいあって、うん、写真撮ったりとかすごい楽しいと思うんですけど、特にお店とかは気になるところは私らはなかったんで、うん、一旦 U ターンして戻ってきて、他のカフェもすごいたくさん可愛い男があったし、すごいグルメでおしゃれな通りやなと思うので、気になる方はぜひ行ってみていただければと思います、うん、この後普通にヤワラーと行って1日観光終わりとか、だから全然なんか 2,3 時間でここは十分楽しめるかなと思うので、うんうんうん、サクッと観光しにぜひ来てみてください、ね、なんかここからちょっと行ったら前動画出したタラートの井とかもあるから、うん、なんか一緒に見ても良さそうよね。日本でいう中華街のイメージとタイの中華街って多分ちょっと違くて、すごい異文化な感じよね、うんうん、渋いおしゃれな感じなので、タイやのに中華街とかって思わんといて誰思ってないかもしれんけど、普通に楽しいのでぜひ観光できた際も中華街寄ってみていただければと思います、ね、ということでご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。うんかー